アクレオ湖は地理共和国サンティアゴシト州、マイポ県のパエネコムーナに位置するラグーン。現在は消滅している。湖岸は、低地で、明確な傾斜がないのが特徴である。かつての面積は12平方キロメートル、水深は6メートルあり、サンティアゴ近郊の秘書地として人気があった。近年、気候変動による干ばつの影響で、2011年から水位が下がり始め、 2018年5月9日に完全に干上がってしまったことで悪い意味で有名になった。干上がってしまった原因として地球温暖化や灌漑用水として湖の水が乱用されたことが考えられている。地方自治体、州及び民間政府は長期的な共同プロジェクトとして湖の水を回復するための効果的な解決策や水資源を持続的 合理的に利用するための自発的な流域管理協定の策定を探っていた。マプチェ語で、川が終わるところを意味する、沖ムラうが由来である。ABC、地図から消えた湖、気候変動と開発で干上がった、秘書ちちり。アフップブニュース、クリエイティブリンク。2019年3月23日閲覧。ペレス、カルモーナ、ダニエル。 ディヒッショナーリオマプーチェアンチエルハットディヒッショナーリオマプーチェカステラーノ l-a-t-u-n-a-d-e-a-c-u-l-e-o com 2019年3月23日閲覧ありがとうございます